運流型よりも長さが必要となるため、綱の長さは約6メートル。綱の一番太いところで直径が15センチあり、重さも約14キログラムございます。綱の中には麻と銅線が入っており、綱に麻を入れるのは不老長寿と年貢を意味しており、また綱が白色であるのは正常潔白を表し、自分自身を清めると言われております。この綱でございますが、年3回東京場所前に綱打ちが行われ、一文力士総係で稽古回しに紅白のねじり鉢巻き、真っ白な手袋を貼れ、賑やかに声掛け声をかけながら力強く左から寄り合わせて作り上げます。横綱の土俵には本来相撲の基本というべき本殿の上段の構え、攻撃の中段の構え、守りの下段の構えと三段の構えを横綱が一人で行い、心、気、体、すなわち心を収め、気を養い、体を整えるという姿を表しております。ご覧ください。綱締めのポイントはここです。しっかり締めた綱を返します。これは横綱が四股を踏んだ時に綱が緩まないようにするためでございます。横綱白鵬は初代横綱明石鹿之助から数えて69代目の横綱でございます。